昨日で行くか。はい、ありがとう。優しい、見てこれ三角に畳んでくれた。むしゃくちゃになる。シェイク。ごめんなさい、先に鍋入れちゃいます。あ、ほんと。ちょっと出てよ。あ、ちゃんと出てはさっき出たんだ。明日はお昼が名福なめ公園だよね。うん、珍しいよね。ね、夜のイメージあるけどね。ね、わかる。昼夜あったら絶対なんか夜みたいな。昼リセットして夜目してる。あ、そう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 。待機しといてもらって大丈夫よ。待機じゃないと私の包丁が暴れ回っちゃうさ。怖い。一旦半玉でいいかな。うん、じゃあ横でダンスでもしといてくれ。明日の制服の目今意外と久しぶりなんだけど絶対見てみるし絶対やめろ。目はね、下野さん卒業してからはずだ。いいな、だって卒業後に出てないもん。うん、なんかその前後数回下野さんいたもんね。そう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 。だからあんま最近目出てないかも。どうしよう、めっちゃ間違えそう。まあ明日だって全部やるよ、リハで。じゃあ VV のいおりちゃんをしっかり見てね。予習しようかな。ザオちゃん初だからさ、うん、全部やる、通す。適当に。そう。レッツクッキン。ハッピークッキン、きらめきタイム。愛する合図の合言葉。デリシャスゴージャス鐘の音が聞こえるよ。知らないこの歌。クッキング。正解。うん。まいちゃん。巻いて巻いてこの前再放送してたの。あ、らしいね。録画してる。え、録画までしたの。うん、見たすぎ。見に行こう。いいです。1話ぐらい残ってると思う。まだ見てない。規制より間違えた。やばいやばい。示しがつかん、そんなの。全部やったからさ、ね、リハである程度はここまずいなと思うとこは確認できた本番前に。やっぱりさ、リハそのなんていうの、うん、時間があって全部できる時とさ全部できない時あるね、うん、安心感が違うよね。違う、本番一回まずいなと思うけどさ、裏で V 見れるじゃん、うんうん、この前のイベント終わりの錬金がめっちゃ怖かった、うん、卒業パート以外ほぼうん、確認できんかった。あら、着いた時にはもう大声ダイヤモンドのリハ、あー最後もう最後やん。1月8の錬金目のメンバー出ました。そう、どっちも2人とも2回公演です。仲良ピーマン頑張ろうぜ。頑張ろう。もう早いよね、1月8日の予定が出るの。え、それは早すぎ。そんでリナの生誕まだっていう。ほんとじゃん、出れるかな、ドキドキ。ゆりちゃん出れないかな。ドミなんて言った今なんすかドキドキしてたら出れないのかな。ドキドキ出れるといい。間違えた、味噌汁の大きさに切っちゃった、ごめんね。あー、気にならない。ほんとだった、これサクだね。柔らかいな、このえのき。へえ。
鍋を作ってます。生誕ね、いつになるかね。ワクワク。今日はね、5億年ぶりに三つ編みをしました。三つ編みは髪の毛の柄がするとあんましたくないんだよね、個人的に。かわいい、いや髪型自体は可愛いんだけど、私にはちょっと似合わない。その長さ可愛いよ。そうだからこの長さになって、うん、しようかなとやっと思います。なるほど。明日何しようかなっけ。キノコ鍋かしら。違う、さすがに違う。たまたまキノコ入れとっただけ。うん、今日の前座と女が選抜とか悔いのも悔いの選抜。いやーなんかそのなんとか選抜って言ってやっちゃうとさ、えこの子は入れないんですかってなっちゃうのが嫌なんですよ。うん、だからその出たいって言ってくれた子がいたらその子出してあげたいなーっていう感じ。だその私がだから個人的に出てほしいっていうより出たいなって言ってくれてる子とかを出してあげたいなっていう、どっちかというと。12月29日プラの生誕じゃなかった。いや大丈夫、もうその方がいい。みんなガチ行こうとしたもん。29日もし出たいですって言ってくれてる子がいたらその子出したいし、そんな残念ながらそういう子がいなかったらあのマネージャーさんにお願いしても。じゃあ私が出る。あ、じゃあゆりちゃんお願いします。うん、全然です。うん、本編なしね。本編なしで。本編なしで。本編誰か私のとこ出てもらって。ゆりがやってるポジション誰かいる？今いない。いないでしょ。みんながやってたとこにゆりがスライドしてくれたから。そう、今個人なんて個人個人一人だよ。じゃあ僕が、君らは当ててきてください。ミラちゃん、ミラちゃん生誕ここ行ってくるかな。どうですかね。いい香りがしてきたね。いい匂いやね。みんな前使ったことあるけど美味しかったっていうこと。ほら急に、あ、きれい。ゆうちゃんも突然配信つければいいの。ゆうちゃんでも今日朝した。えらいね。ゆうちゃん朝はね、寝てたよ。また朝起きた。えらいよ、起きたの。いや今日はあのワンコの声です。ほんと？ニコくん？ニコくんか。ニコくんだけど、もう女の子のように扱っちゃってる。なんかお洋服とか着てんの？お洋服着てる。寒いからね。あ、確かに。そう。いい香りがする。ニラってさ、この先端って大丈夫なの？いや私使ってる。なんかさ、いや なんだっけ、なんかの植物のさ先端はダメって聞いた気がする。なんだろう。え、先端って全部使っちゃうけど ね、なんかでも なんか分かんない。なん迷信、何の先端だ。毒があるから。絶対切って言ってくれ。今そして口がすごい豆なんかドって。なんだろう、毒がありそうな先端。人間入れたい？人間食べたい？どっちでもいいよ。よしなし。うん。よしなし。火通すの時間かかるしね。人間そんなに好きがない。ああ、好きくない。よいしょ。肉はちょっとね、買った場所がバレそうだから。うん。見せません。はい。レインボード。レインボード。みんな今日ストーリーの見た？ケーキ。ね、美味しそうだった。マジで天才だ。でも一生作りたくないと思った。そういうとこで。こすのだるいよね。いや、マジで本当に、もう一生、もう一人で昨日の夜配信終わってずっと一人でこしてたよ。私も一回ショールームでスイートポテト作った時、一生こしてた。やばいよね、あれ。うん、一生終わらんよね、あの作業。終わらない。思ったより火が通らんっていう、さつまいもの中に。うんうんうん。
なぜかヨウちゃん激推しもやし。マヨネーズっておいしいよ。今日一緒に買い物行った時にヨウちゃんに何の具入れたいって聞いて、キャベツは決まってたんですけど、何の具入れたいって言ったら、もやし。謎のもやしおいしい。もやしおいしいから。おいしいけどさ。もやしを一番に名前挙げる人見たことない。もやし。君が初めてだよ。初めてだ。頑張って見えてくれる。みんなの手作りご飯食べたい。やだ。あ、雑煮食べたい。あ、いいわ。こっちね、やだ。すいません、あんなちゃん、キリンレモンを取ってくれた。嬉しいです。任せてください、シェフ。あざす。乾杯、キリンレモン。炭酸飲みたかった。たまにね、ペットボトルの飲み方変って言われるよね。この前メンバー誰かに言われたよね。みんな飲み方変じゃない。そんな変かな。変な飲み方とかある。なんだろうね、口がペットだから。そんな飲み方使わないけど、そんなことやれると人前でペットボトル飲めなくなっちゃう。いや、そうなんよね。気になっちゃうよね、うん。そんなことないよって言われたの気になっちゃう。そんなことないよ。カタカナなんだよ絶対。カタカナしかもあのちっちゃいよね。うん、なんちゃん炭酸好き。久しぶりに飲んだわけではないけど、うん、炭酸は美味しい。うん、炭酸って美味しいよ。まだ JR やけど飲むのなくて炭酸飲む。あら、 CM 来るね。うわ、 CM 来ちゃう。うん、キリって爽快、キリンレモン。あ、噛んだ、ダメだ。よし、諦めよう。もうオファーは今後。大事なところだ。めっちゃ大事なところで噛んだ。キリッと爽快、キリンレモン。いい、今だけど、いい感じ。今で来てほしい。なんかどのくらい入れる、これ。とりあえず、適当に入れる。全部入れたら絶対多いよね。うん。麺入れるときにまた入れてもいいし、気が向いたとき、気が向いたときだよ。3分の2入れとこうかな。うん、このあとこちらは麺も入れるんですよ。あ、993だ。ゆうちゃん今何日？私は1016。おお、1000日目の配信何やった？とね、あれ終了直後ぐらいに給料1000個切りました。1000カットしました。マジ？うん、何時間かかったの？え、いつもね、あれみじん切りでも1個1000だから、うん、すぐ終わった。マジ？1000なんて長すぎ。頑張ったね。楽しかったよ、意外と。うん、何にして食べた？浅漬け？浅漬けと普通にそのまま食べたり、あの塩マヨとか。塩？普通に全然塩マヨでね、300個ぐらい食べた。まあでもリナの場合誕生日とかぶってるから。確かに。でもその逆に誕生日のその配信を何しようかめっちゃ迷ってる。何したらいいの？なんかさ、こう自分のなんか周年じゃなくて、なんかこのさ、うん、何百日記念とかやったらさ、うん、数にね、そう、なんか数にやったりとか、例えばさ、こう、うん、なんていうの、なんかそのお祝いやから、その配信のカラオケとかそういうお祝いできる気にするけど、うん、誕生日って自分の誕生日やん、うん、でもカラオケとかでもいい気がする。絶対その日初めてもそのリファーリやん。31?30 か。おい、ごめん、違う。おい、え、あの予定来てたよ。うん、だからあるからさ、ちょっと豆腐入るつまり、うまいだね。え、ない。あ、来てたね、そういえば。だから、ってなってくるとどうしようかなみたいな。え、いや、そう、何しようかな。いや、時間的には多分普通にできるけど、うんうん、どうしようかな、そもそもが。確かに、なんか難しいよね。ありがとう。一旦ちょっと流してみてください。濡れた、うん、水が。何がいいかな。雪解け水とか冷たい。これ
くつになるんですか？22歳。じゃあ1000と22にかけて。なんだよそれ。むず。2022？ 2000、確かに2022。2200か。1000かけない。あ、そのままこれ入れていいやつなんだ。すごい。あれかと思った。たまにあるやん。あの、茹でなきゃいけないやつ。いいね。2袋で3、4人前だ。じゃあ、一旦1袋入れるか。うん。一旦食べる。うん、やった。環境を整理してくれた。うん、ゆうちゃんちょっとこれ吸ってね。うん、こんばんは。選手交代しまして、そう、私変な前髪してる。いつものことだ。いつもそうだよ。いつも変な前髪をしているよ。皆さん、私は今日リップモンスターを手に入れました。すごい、マジでリップモンスターどこにもない。もう諦めてるの。ほんで今ポッキーが喉に詰まりそうに死につけました。一緒に始めましたよ、始めまして。このストローは 何用に買ったかというと、うん、矯正の器具をつけたマジウスを飲みたいときに、うん、ストローをどんどん奥の方に突っ込んですっていう。そしたら矯正の器具につかないから。え、ジュースがダメ？飲み物、水は？丸？うん、だからジュースとか飲むと、うん、隙間に入るから虫歯になりやすいし、あ、着色？あ、ね、じゃあついちゃうから。お茶も NG。 お茶も基本やめても、あんまり良くはないかなって言われた。色ある。さすがにもうここまで煮込んだらいいか。うん、いい感じ。よし、美味しそう。完成。ちょっとこれを移動させるからね。動くんじゃないよ、かけるよ。よいしょ。じゃあ移動します。ちょっと待っててね、皆さん。ちょっと待ってね。なんか画面バグってる。画面がすごい、あ、戻った。てか戻りました、うん、いつもの画角です。あ、そう、メタモンが追加されました。これメタモン、なんと3匹ふわふわシリーズをされました。ありがとうございます。いや、それは身代わりっていうやつ。ポケモンの中に出てくるんやけど、なんかポケモンの技で身代わりってあるんや。へえ。そしたらそのポケモンじゃなくてこいつが出てくるんや。こいつの代わりに技を受けてくる。これは、まあ、それはヌオーっていうポケモン。へえ、かわいい。メタモンと身代わりとヌオーです。ということでご飯を食べます。いただきます。いただきます。ありがとうございます、作ってくれて。どうぜ。美味しそう。丸、私は野菜の芯が苦手なので、ゆうちゃんにいっぱい食べてもらおうと思います。いいよ、何でも食べるよ、任せなさい。汁ドロ。あ、すごい湯気があって。いいね。みんな温泉に浸かってる気分でしょ。表現の仕方。いただきます。やばいやばいやばい。いただきます。うん、美味しい。ペータンさん、お手紙泣けてよ。じゃあその言い方だとリナが書いたみたいなお手紙。私、リナの生誕は誰かしら。うん、ゆうちゃんかな。うん、一回書いたよね。うん、2年前。うん、去年じゃね。うん、去年だ。
2年前だね。2年前じゃない、去年だ。うん、だから多分2年連続同じ誘い。違う、寿司。あ、本当だ。今年の3月ぐらいだったもんね、うん、誕生日的にはね、去年だけど。うん、七色でしたよね。だってまだね、生誕2回しかやったことないの。最初が関さんで、その次はゆうやったから、うん、よりのさ、うん、去年の七色の生誕かな、レインボー生誕だっけ、うん、と七色だった、七色か、うん、その時書いたよね、うん、今年誰だったっけ、あいちゃん、うん、卒業前に書いてくれた、あ、そっか、生誕の手紙リコピさんに書いてくださいって言って、そんなこと言われたの初めてだって言われた、うん、確かになかなか書いてってオファーしてくれる人もらえない確かに、うんうんうんね、あったかい、今日やばかったマジで、ふぶいてた、うん、ほんと終わってからこう美味しい。あ、ちなみに私今日ちょっとメール送ってないと思うんですよ、いつも。すいません、メール明日送ります、ごめんなさい誰か見てるか分かんないけど時間がなかった、うん、今日劇場行くとき風が強すぎて前に進めんかったわかる、でも海近いしね、でも一回冬、去年の冬かな、うん、12月かなんかにリトグリさんのライブサンパルセン見に行ったんよ、うん、で帰りバスもタクシーもバカコン取って、うん、全然乗れんかったから、とりあえずじゃあ一旦五福町ぐらいまでなら歩こうみたいな、うんうんうん、とりあえず地下鉄まで歩こうと思って歩いたけど風強すぎてマジで進めんのよ、めちゃくちゃ、しかもその、あの去年のそのノーパラのリハ、うんうん、あったやん去年、あったね、そう12月のそのノーパラのためにリハ終わりやったから、うん、荷物バカ多くて、うん、全然歩けんで、きついね、まあ、結局、うん、あの多分お博多駅に他の人送り届けて、うんうん、サンパレスに戻ってある、戻ってるであろう途中のタクシー拾って乗った、うん、乗れた、よかった、タクシー拾って、でもさ、そのみんなより前に進んでる人はみんなそれ拾うわけよタクシー、うん、全然拾えなくて、うん、超順番待ちみたいになって、なんかそれがまだ友達とかで一緒やってないさ、うん、まだなんかこういいんやけどさ、うん、楽しいもんね、ちょっと、うん、ないけど、本当に一人の戦いはする、一人で一人で風強い中、うん、寒さと戦って本当に心を折れかけた途中で、皆さんもコンサート行くときはぜひお田仲間と一緒に行ってください、途中で心折れますよ平地でも15センチの、やばい、すごい定規じゃん、雪合戦できるよ15センチってみんなの手のひらぐらいの、のここからここまで、すごくない、雪玉1個は作れるよこの厚さで、足埋もるじゃん、確かにね、ラグチャコ、でもそもそも飛行機とか飛ぶんかな、雪やばかったら、確かに
車走ってるのかな道。確かに凍結しちゃったらやばいもん ね。女子校は止まるんじゃなくて、今今日は大丈夫だったの高速とかさ。確かに。空港大変だね。うん、空港やばいって。なんか福岡空港めっちゃ弱いらしい、雪に。うん、雪と風が強かったら飛行機大変だ。やばいね、確かに。今日はどすこ大丈夫。それよかった。でも携帯だからもう今日今からだよね。今から明日の朝までが、うん、あ、日中から通行止めなんだ。JR バリ遅れとったけど遅れたのが来たけど逆にね。結婚れたんだ。うーん、何が一番さ公共交通機関で強いの、うん、日鉄バスじゃない最強はそこだかな。うん、あ、新幹線か。うん、雪に一番強いのは一般的な新幹線。あ、でもなんか地上に出なきゃ地下鉄なのか。うん、確かに地下鉄ってさ、うん、どんどん揺れてもらうの。確かに。でも台風の時止まらんっけ、止まらんか、あれ止まるっけ地下鉄って。台風の時止まる。やばい。でも止まるとしたら何に止まるの。確かに近いもんね。野中線、野中線そもそも乗ったことが全然ない。1回だけある、うん、なんで乗ったか忘れたけど。むしろでも1回だけ乗ったんだよな。何回か乗って前に乗った。あ、なんか大雨の時は地下鉄が止まるんだ。浸水で。明日来る人気をつけてね、本当に。すごい、なんか後ろで身代わりがメタモンにすごいなんかすり寄ってる。そんで脱ごうにのけぞってる。うわーってやってる。明日来る人、目でも錬金でも。もふもふいっぱい、そう、かわいい。めっちゃもふもふ。触ってみ、やばいよ。やば、気持ちいいよね。これの毛布が欲しい。わ、わかる。布の剥ぐか急に残酷。行こうと思ったけど外れた。あー、そうなんだ。どまい。今日三つ編みは、いや、三つ編みはしようか迷ってやっぱしないって思ってたけど、ひじりがやってたから真似した。あ、意外といる。何か、あ、錬金、錬金も来る人いるの。うん、ありがとうございます。明日、明日明後日はニッシーさんのライブでどうも。あ、そうなの。明日明後日ニッシーさんが、ね、言ってたね、この前。なんか誰か大変だね。早めに動かないと大変そう。キャー、確かに。エミリーさん生誕祭、そう、どっちも出ます、うん、お邪魔します。いい感じに茶髪ですね、だって明るいね、結構今、うん、一番最初にやったやつより明るいよね、絶対。どんどん明るくなってきた。あいつ金髪になっちゃうんじゃない気づいたら、あれ金になってるみたいな。また東神町に人であふれる。偉いよ、みんな歩いて。いけないのですが、あ、そうなの。みなちゃんと一緒になんか余計、そうね、
私もでも結構茶色い方ではあるんだけどね。明るいね私。うん、明るいね。なんかあんま意識してないけど、うん、意外となんかギャルみたいな、うん、だって今その明るさってリノより明るい、うん、多分リノより明るいかな、ね、本当は暗くしようと思ったんだけど、うん、暗くなる、うん、じゃあもう一生その色だよ。言い方がじゃあ一生その色だろ。うん、鍋うまい、うん、びっくり、あ、ごめん、え、マジティーツも半分つけた、 そんな、うん、え、でも半分までいってないでしょ、うん、だってリナのとこ、イオリたちのとこ、イエルさんのとこ、あ、一緒っけ、あそこ、うん、一緒、あ、じゃあ、異物が出てるとこ、あとカレンレン出てるとこ、ちょっと、あ、どこだ、あ、ハツキさんのとこだ、だからリナが出てる、ママでもそう言って5人か、あ、そうか、園さんとかもなるのか、確かにそう考えたらなんかめっちゃあれやね、うん、なんか T2 は全然大丈夫みたいなイメージだったけど、うん、そう考えるとボコスカといなくなってる、うん、でもいや今日リセット半分助っ人ってめっちゃもんいいけど、そんな助っ人やったんや、よく考えたら、生誕の日程どうやって決まるの、え、いや、わからん。決まっとる。すごー、なんですかね、T2 にくるみの名前あるのね、そうだよね、うん、一人で寂しく言ってるの作ったかわいい、楽しそうじゃん、できたの見せてよ、本人にいつがいいですかみたいな制度、そんな制度あるんだ、本店それ初耳だわ、わあ、私の生誕と絶対被らないでほしい、なるさんの生誕聞きたい、どうしよう、え、なるさんと生誕されること逆に運命、いいじゃん、逆に運命と一緒の日なんて最高じゃん、なんちゃんの生誕リセットできるかな、それはさすがにできると思う、さすがに、じゃなかったら泣く、去年って今年できなかった、うん、シンはどこだ、そんないいよ別に、わざわざシン探してまで食べんでも、え、もうシン好きだよ、逆にね、変わってんな。逆にね、美味しくないし、やばいし、うん、美味しくない、うん、美味しいと思う、硬かったらあれだけど、今出てるさ、劇場のその公演のスケジュール以降だとしたら、みんな何にしな、これそうなの、シンは栄養もある、マジか、それでもいいじゃん、土日いつでも当たれば行く、強すぎ、土日って何曜だ、土日は土日、間違えました間違えました、4月で、あ、だから14、15とかだったら来れるってことか、結構みんな、でも21が土曜日で千秋楽だから、じゃあ14、15じゃなかったら来れない人が多いってことか、
さあどうでしょう。千秋楽もうすぐだね。そうなの。そうなのね。ええ新公演の何もやってないのやばくない。やばいよじゃん。急にだって冷静に考えて、ゲオはまだ何も進んでません。何も進んでないのはちょっとまずくない。アイライブが18です。確かでも何時でもみんな来てくれるよね。たとえ、生誕祭が平日でもみんな来てくれるよね。行くー。いや、あんた出て行くーとかじゃないの。行くリセットの生誕祭は最後だぜ。そうだよ。みんなリセットでみんなの生誕見るのは最後だよ。大事で最後だよ、うん、でもさなんかうちらさこの仕事やってるからさ、うん、なんていうの、確かに確定でいけないとかあるけどさ、他のさその一般のお仕事してる人たちの確定でいけない日って何があるんだろうって気になるの、うん、なんか休みが取れないとか、あ会議があるとか、まあ、だからあれだよね、福岡とかその近辺たちはもう最悪もう交通機関ぶっ飛ばせば間に合うかもしれんけど、仕事ってさ基本仕事って何時に絶対に休めない。会議とか商談とか、あーはい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 、仕事が確定して、うん、仕事終わりって基本何時なの。確かに定時だって終われる人いなそうですね、うん、客さん絡みか。うわーどうですかね皆さん、その日じゃないといいね。ドキドキだね。泊まりの仕事だったよね。休みかぶっててマジで人がいないとき、あー、まあ確かにそれは来れないよ。いやなんかさその定時ってさ、いわゆる一般的にさ、まあ、5時とかさ、うん、6時ぐらいって言われてんじゃん多分だけど、うん、それをさその越す仕事と越さない仕事の違いもうちら分かんないの。定時という概念がないから。だってそもそもうちらの公演6時半から始まるから、うん、定時どころじゃないの。公務員さんとかでも定時で本当に帰れそうな、でも残業ありそうだけど、それってなんか分かんないんだよね。あとはあれじゃない、やっぱ学校の先生とかさ、まあ、なんか資料作んなきゃいけないとかあるけど、決まってるじゃん生徒が帰る時間が、うん、そっか難しいねみんな。夜勤とか、まあそっか確かに、うん、頑張ってみんな。いつ発表してされるか分かんないですけど、なんでいつか生産で、それは分からん。何なの。ここでの曲聴いてる？うん？ここでの曲聴いてる？聴け。聴かんとやばいよ。結構でも前半曲アリナは全体曲も聴いてる。ユニットも基本的に、うん、前半は聴くんだけど、だんだんあのアンコールになるにつれて聴かなくなっちゃう。そうだよね。ね、公演ってそうじゃない？うん、前半曲めっちゃ聴いて超好きになって覚えるのに、うん、後半にかけてマジで聴かんくなってくるよね。本当に。うん、フリーでもその順番でいっちゃうからさ。うん。後半中でなんかやる気がなくなるわけではないんだけど、
曲調とかもなんかちょっと落ち着いてくるから、うん、覚えづらくなってくるよね。一回あのさあのジグソーみたいな曲が入ると、うん、ってなる、うん、分かる。やばい。そんでこの辺の奥歯に今えのきがおる。うわえのき。古典はマジで前半の全員曲めっちゃいいよ。全部好き。間違えるの中盤曲、なんかこうちょっとセクシーな感じとかになってくると中盤が多いかも。やばい、マジでえのきが、ほんとやだ。矯正すると歯の隙間が空くから、うん、すぐなんか止まる。しかも矯正公演中できないから、マジクリスマス全然矯正できない。寝てる間しかできない。ほんとは1日20時間ぐらいやった方がいいらしいけど、20も無理じゃない。無理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 。だって24時間中の20でしょ、うん、え寝るの4時間。なんでなんで寝てるとき外すの？そっか。じゃあじゃあご飯とか、うん、そういう時々外してみたいな。なんでやねん。4時間。無理だよね。うん。無理。いきなり戻せた。あ、みどくありがとう。何の曲でしょう。ごめん、今最初テテン天使のハンネック言っちゃいます。そっちの、そっちに行くでしょ。私公演あるあるなんだけどさ、うん、曲と題名が一致しない。でも何か分かってるでしょ。でも一致しない。あの曲なんだろうなっての分かったのね。一致がしない。ちょっと踊って、ね、マジで何もマジで何もやってないね。本当にマジで何も進んでないから、本当に本当にね。意外とね、これは何度も狙いです。マジシャンやってしまった。あ、制服のやつ。順番なんだっけ。夢のデッドボディ、何度も、あ、おニュー、この世界、ジッパーか、うん、この世界が雪の中に埋もれてく前に、冷たい風を振り切って迎えに行く。放課後デート編。放課後デート編。この前もでもそんな感じだったよね。制服だった気がする。なんかこの前も制服の名前で死んでたよね。うん、好きやの制服。みんな好きですからね。あの、ね、やばおたまですけど、塊すぎ、きなこしか入ってなかったよ。びっくりした。もう何これ、もう意味だっけな。何ここ、きのこ採集所。びっくりした。また歯に挟まっちゃう。全部の歯にきのこ挟まっちゃう。まあでも言っていつの方が確か初日早いよね、始まり、うん、新しい子ね。ジッパー3人です。デッドボディ1人の、その次何度もが5人、うん、でおニュー3人、うん、この世界4人、ジッパー3人、うん、この世界がのマジ歌めっちゃいい。みんなもおニューの上履きをやる日が来るかもしれない。あれ振り見たことある？
大ジャンプするよねあれ。めっちゃ靴踊りにくそう。うん、あの靴でよく大ジャンプできるよね。ね、私石尾さんに聞いたんやけど、ね、うん、HKT のお乳の衣装あるらしいよ。らしい。いつ？え、わかんないの。でも言ってた、お乳の衣装確か HKT あるみたいな。ジッパーはあるじゃん。ジッパーあるね。あ、やばいやばいやばい。ミラが大変よ。ミラー。え、確かにあるんだ。あるらしい。いつした？いつした？え、全然わからん。全然わからんけど。確かお乳あるみたいな今日聞いた。うん、んな時はグーグル先生に。うん、1週間違う、初日の日が。あ、1週間、うん、だいぶ違うね。でも言って1週間なの。いや、分からん。全部。いや、でも NMB しか出てこんの。うん、A とか NMB さんしか出てこんの。マジで出てこん。あるのかな、本当に。でも本家のお乳ってお腹出しなんですよ。だからそれで今日医者さんに、え、じゃあ HKT のもお腹出しですかって聞いたら、なんかそうだった気がするって言ってたから、ワンチャン衣装あるかも、ね、かわいい衣装。これ本店か。んないけどな。どっかでやったんか。分からん。でも聞いたことないよね。うん。ジッパーの印象が強すぎて。お乳やってたの思い出したって言ってるけど、本当にやってたの。どっかでやってた。ちょっと分かんない。2018か2019のコンサートで歌ってる。あ、2018の、あ、ビビさんがやってた。ああ、言ってたかも、ビビさん。マジ？やったって。メルたちじゃない。じゃあメルさんとビビさんの誰かってこと？一人一人スポット浴びたやつ。ビビさんとサシさんとメルさん。すごい。なんか異様なメンバーって言ったら言い方悪いけど。なんか不思議な組み合わせだね。想像がつかないと。HKT。2018アリーナツアー埼玉。ああ、これが博多だ。これが博多だ。博多だ。ほんとだ、鬼やってる。ここであえて村川ビビアンと調べてみよう。ドラさんがデビューした時。はい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 。うわ、仮想恋愛の衣装のビビさんが出てくるんだけどな、その時の。違うの、これ2018年の橋を披露してる時に。この衣装結構可愛くない？うん、マイコンもね、いいなって。うちらやっぱ意外と着たことない衣装多いよね。果物着たことないじゃん。そう、果物着てみたいよね。着てみたい。なんだっけ、一回
熊本城ホールかなんかであったイベントの時に確か来てたんだよね、うん、一生隣人が来たい。ああ、わかる。マジで来たことないんよ。え、ある？ないよね。本当に来てみたい。ね、マジで当てられんのよね、あれ。本当に来たいんだけど。今さ、生誕祭のさ、写真さ、衣装で行ってるじゃん。うん。来たって嘘ついてる。あれで写真撮ろう。でもあれ何にしよう。何がいいのかな。でもこれからね、コンサートとかで着たやつとかもできるかもしれないし、ね。うん。ってなってくると。おニューのツイートリツイートしました。マジ、うわ、死後できやんけ。めちゃくちゃ死後できやん。なちゃんやかな。あ、ほんとだ、やってる。うわ、ほんとだ。あ、しかも本家と衣装違くない？あ、いや、一緒？え？わからん。靴踊りやすそう。でもなんか本家じゃない気がするこの衣装。すごい靴、踊りやすい靴じゃなくて。かわいい。でも似てんな本家と。ちょっと待って。おニューおニューのバーバキー買ってきたのよ。あなたの靴が踊れてたから。おニューの本家の衣装がこれか。うわ、なんかこれ本家と一緒。あ、じゃない。これが本家の衣装なら違うな。衣装ちょっと違う気がするな。なんかちょっと違う気がする。見て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 、ほら肩さ、こうフリフリなやつやん、うん、でもさ、ほら、あ、違うね。なんかどちらかというと青に寄ってるね。だよね。でも青もさ、ほら多分黄色と同じ形だけど、これは違うじゃん。オフショル型じゃん、やっぱ HKT のなんかな。すげえ、もしあったとしたらすごいな。でもジッパーもあるわけだからね。うん、何度も狙いがどうなるかな。確かに。でもなんかフォークスバージョンみたいなやつじゃない？うん、一人戦隊企画混ぜてほしい。行ってみたいな。あの F24 であったけど、うん、うちらの時まだ入ったばっかすぎてセンターなかったからね。全部バックダンサーじゃないけどそんな感じでいたから、うん、いや、ゆりあの時さ、うん、大声出た人やったっけ。うん、 F の時、うん、出てない。変わったんやったっけ。ポニシュシュと暗闇、うん、これできんかったら絶対、うん、えっと思ってポニーテジュー風の中とりに。でも一曲スポットやってさ、自分なんだと思う。なんだろう、なんだろう、なんか自分の好みか決められるか、ね、でも決められるくない、うん、なんか当てはめられるか。その例えば関さんやったら黒石やったやん、うん、F の時そんな感じで当てはめられるかなっぽいね。エリナでも、うん、キス待ちだと思う。絶対それ七色やん。いや、そうやけど、なんかでもキス待ちっぽいもん。でも手割ると片思いの唐揚げ感もあるね。でもよりハワイユコとか似合いそう。うん、なんかそっち系統だよね。うん、
あやだ。ミヤジは会いたくて嫌になる。いや絶対それやん。絶対それやん。あのその瀬戸で決めてくれる人、うんうん、アイアライブの瀬戸で決める人が、うん、栗山センターは何だろうって言ってめっちゃ笑った。でも多分会いたくてだとまんますぎて多分、うん、まあ確かにね、うん、イメージがやっぱどうしてもってなってくると自分がやりたいセンターは、でもなんかどうせならセンターらしいのやりたくない、うん、ザッってやつがいい。かシンデレラやりたい気持ちはある。ああいい、もう本当にガチ、うん、センター。シンデレラかもしくはダンスは難しいけどセンター感出るのは3引く2。あ出るね。ドキドキ考えてしまう、うん、あそこも完全にセンターやん。うん、あとなごじさびとか囲まれるもんね。うん、あれかっこいいなと思う、うん。だからその2曲は確かにやってみたいなっていう気持ちはあるちょっと。うん、まあ最近ちょっとダンスがちょっとダンスが。難しいんですけど、3曲目ってなんて言ったっけ、あれだよ、なんて言ったっけやばい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 、なんだっけ、みんな助けて、なんて言った、なんて言ったっけ、3曲目となんて言った、3曲目しか言ってなくない、もう1曲なんかあったね、3曲目しか、嘘、会いたくて嫌になるっぽいよね、3曲目、3曲目と、あ、死んだやばいやばい、よく聞いてた、やばいかもしれない、本当に明日大丈夫かな、怖い怖い怖い、ステージちゃんと立てるかな明日、そうじゃん、アイアライブの日間違って予定入れすんだったら危ない危ない危ない、確かに自然センター感あるやつ、でもさシンデレラはさ園さんがシンデレラすぎてさ、うん、強いよね、後にできるセンターがさ限られてこん、うん、ガチ強い、園さんに強いだって、本家が強すぎるシンデレラでしょ、いやってなってくると3引くにやりたいな、ダンスはできるわね、ダンスがむずいのよ、うん、難しい、この前のコンサートでやって思い知った、うん、無理あれ、うん、できん、覚えてもどんどん抜けていくのよ、何かな、センター、なんか16人系がいいよね、うん、16人系でやる、あと今あれがいいな、ソロで歌いたい、あなんかソロでさ歌うことなくない、うん、ない、ニコのママさんぐらい、公演はまあたまにあるけどみたいな、うん、ステージ上一人ってなかなかないっていうかほぼない。シンデレラヒールめっちゃ高いらしい、らしいですね。高いっすね。マジでこんな踊ると思ってなかった。マジで初めてそのヒール履いた時のよりめっちゃ面白かった。生まれたての小鹿みたいな。本当にあれあなんか初めて履いた時に。そうなんか振り入れがあったんですよねそのうちら、うん、そのやっぱ。コンサートってかリカワでするとかあるから振り入れあったんですけど、その時にうちら UFO はまあ別に靴スニーカーだったから良かったんだけど、うん、シンデレラ組はどうしてもヒール初めてだったから、うん、あレッスン場でヒール履いて確かリハやったんだよね、そうやったの最後にやったけどみんなでえみたいな、えこれ履いて本当に踊るのみたいな、リハブルのよりめっちゃ面白い、あのあれなんだっけシューズバンドあの2個ぐらいつけた本当にあれやばい、プル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 って、音の列車はどこを走っているのか、うわっいいよー、いい、かっこいいわ、人の間抜けていくやつ、あれをね、夜道でね、うん、歩きながらね、聞くとめっちゃいいよ、ね、あのさ、あの 2番のさ、マジの踏切の音聞こえてくるとこが大好きすぎて、わかる、いいよね、あれ私好きなのは季節のせいにしたかはないわ、好き、あー、いいね、くない、でも本当にメルさんかっこよすぎて、落ち早くないか、ひまわりの花、いや、やっぱ空で歌いたいな、季節のせい好きだな、でも、ひまわりの水彩がやりたい、うわいいね、あのでもひまわりの水彩が途中絶対踊れないっていうところが出てくるんだよね、あれやん、 B メロだっけ、なんかどっかさなんか、うん、なんかチカ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 言ってるじゃん、リズム刻んでるとこどこだそっからあってなっちゃう、あれむずいよね、うん、いやでもマジひまわりの水彩が好きだわ、うん、いい曲、うん、ソロだったらやるじゃん、いやソロだったら私は初恋ヒルズを歌います、あーいいね、私いつかソロ公演とかもし何かの願いが叶ってソロ公演することになったら初恋ヒルズやりたい、うーんそうじゃん、うん、みんな今年もまたあれが来るかもしれないよ、福袋に、うんソロ公演ね、そう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 、あれ去年のやつだったよね、葉月さんが今年やったやつって、うんうん、今年ないのその特典、福袋あったじゃん最近、あーほんとだ、なかったのかな今年、
今年なかったのかな。あれ結構いいなって思ったんだけどな。キスマシナソロセリフ、あ、セリフはいい。セリフはいい、うん、彼女はアリナじゃないもんな、うん、あ、今年なかったんだ。 あれ良かったのにな、結構てか狙ってたのに、うん、しい、あれいいよね。なんか初恋ヒルズって煽りやすくない？ちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃんちゃん始まってさ、てっ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 て、の間にさ、皆さん、今日は楽しんでいきましょうみたいな。あれめっちゃ煽りやすそうだし、めっちゃいいなって思う。いやー、夢がありますね。夢は、どのだけでも語れますか。どんどん、アイアライブ楽しみだね。楽しみ、なんだろう。でもソロで歌いたいな、どうすんなら。あ、そうそう、ソロ楽曲とかじゃなくて、うん、ソロの一人パート、そう、声なんかね、結構ね、声が通りづらくて、よく、うん、あのエジチャンネル先生にも、うん、エジチャンネル先生にも言われるんやけど、声がどうしても通りづらいし、うんうん、あんま声も大きくないから、あの CD の音源だとかっ消されるよ、他の人に。自分の声全然わからんのよ。それからソロで歌いたい。公演もね、リセットはソロで歌うとこはね、実はないのよ。うん、うん、確かにあんまない。そう、毒蜘蛛とかもソロじゃないよ、実は。そう、リナのパート。だし、引っ越しましてもソロじゃないよ。あ、いや、そうなんだ。私なんか確かにソロがない。あれは大人でしたとか。あ、うーん、こきなし、うん。あれむずくね。むずいよ。あれむずいよ。あのさ、5期生だけのさ、うん、あのお披露目前のレッスンのさ、大人の人、うん、センターに抜いて面白かった。言われてたよね、ニノなんやっていうね、そもそもなんかあったよ、ね、その大人列車が、うん、なんかスキップとかなんかっぽいのにね、あとこまれてて、スキップセンター若菜だったっけ。若菜だった気がするね、うん、今考えると若菜がスキップってなんか、ね、名と違いすぎて。あ、56分58分だった。センターだからソロある。いや、そうとは限らないの、うん、実は曲によってはない。そうだって、ひまわりの彗星だって一人ソロじゃないでしょ。だから曲によってはソロじゃないんですよ。目はね、ソロ、目ソロ、目もソロ、 目こそソロなくない？ないかも。目こそ 5,6 人でほぼ歌ってない？2位から5ぐらいで歌ってない、うん、確かに。いや、でも詩人とか人数詩人とか1個の歌でめちゃくちゃあ、でも錬金がだからあるわ。うん、あるね。友達はみんな遊ばれたよどういうかなとか、その辺とか、あとスイッチもあるから。錬金だけかも。パジャドラもない、ない、ね、ないないない、ない、うん、少なくて2人とかやから、でもユニットよね、あるとしても、うん。長い光のソロ歌わせてください。なんでよ。おかしいやろ、リナが真ん中撮っとったら。えみたいな。じゃん。でも一個だけリナやってみたいのは、うん、あの、アンダーの人で歌う。アンダーの人。長い光そう、5人ぐらい並んで。あー、なたし。あれ、タイミングむずくて不協和音になるよ。あれ今日誕生日です。あら、おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアシュガキさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、ありがとうございます。生誕で連勤しちゃう。生誕で、あなたしかかかあなたしか、怒られる。ちゃんと歌ってください。じゃあランキング読もうかね。そろそろね、明日もうちら早いので、結構早いです。こんなのんきに鍋食べてる場合じゃないぐらい早いんですよ。あしあし。ということで13位、まさまささんありがとうございます。12、むにたりさんありがとうございます。11、とさんありがとうございます。10、ゆたかさんありがとうございます。9、うごうごさんありがとうございます。8、しょうさんありがとうございます。7、すみさんありがとうございます。6位、中堅八高さんありがとうございます。5位、バクテラさんありがとうございます。4位、あおいちゃんありがとうございます。3位、テンポイントさんありがとうございます。2位、猫屋さんありがとうございます。1位、カメライナーさんありがとうございます。明日は多分こう、時間がもしかしたら短めかも配信。あ、でも明日って、
土日？うん、土日。あ、じゃあいつも配信、あれか、配信じゃない、公演時間が早いのか。ということで、また明日、バイバイ、じゃあねー。